MZ-2000 は、シャープが1982年、MZ-2200 は、シャープが1983年に発売した8ビットパーソナルコンピュータで、ある。基本設計が同様なマイナーチェンジモデルである、MZ-2200 についても、本校で記述する。シャープ LH-0080A 標準価格218000円。 システムソフトウェアマニュアルその他1983年7月17日発売。基本仕様は MZ-2000 と同じである。以下に相違点のみ記載する。標準価格128000円。システムソフトウェアマニュアル異なる部分以外は MZ-2000 の添付品と同様である。MZ-1Z002 のマニュアルが増えている。 その他近年のコンピュータの高速化によってソフトウェアで MZ-2000、2200 22相当の動作を実現するプログラムが作られるようになった。主に Linux では、カスカワユーヤによる IMS2000、Windows 用では匿名でソフトウェア名称と同じ Emuse-2000 を名乗るものが作成した Emuse-2000 が存在する。ディスプレイ補助記憶装置な 3インチフローピーディスクドライブが1983年のマイコン賞で MZ-1F06 として参考出展されているが未発売である。プリンタその他補助記憶装置その他ベーシックのみで書かれたソフトウェア、並びにテキストベースのソフトウェアにおいては MZ-80B のソフトウェアの多くも利用可能である。解像度の変更と グラフィックプレーンの数の違いにより、グラフィック画面については、ローレベルな処理を伴う場合互換性がない。表示周りの条件や、記憶装置の条件さえ満たせば、MZ-2000 と MZ-2200 は、同じソフトウェアが動作し、MZ-2200、専用品は、カラー表示を必須とするものである。パレット機能を内蔵していないため、 MZ-2000 用のソフトウェアを MZ-2200 でカラー CRT を使う場合、1ページのみの場合は青一式での表示になり、複数プレーンでの表示の場合該当するプレーンの色で合成表示される。そのため、スクリーンバッファとして複数ページを利用したソフトウェア等では、表示画面がサイケデリックなものになったり、 複数の色でちらつくような表示になるものもある。MZ-2200 発売後に発売されたソフトウェアによってはカセットの A 面をカラー対応の MZ-2200 向け B 面をモノクロ対応の MZ-2000 向けといった提供をしたものもあった。システムソフトウェア型版のハイフンの次が1で始まるものはカセットテープ2で始まるものは フロッピーディスクによる供給である。その多くが、モニタ m z 1 z 0 0 1 m を含み、標準から拡張されている部分は、ベーシック本体で直接サポートされるため、データレコーダーなしでバイナリを取り扱うことには、制限があった。システムソフトウェアクリーンコンピュータ設計により、サードパーティーからもユニークなプログラム言語が提供された。ゲームその他。ありがとうございます。